実況パワフルプロ野球2023横浜 DeNA ベイスターズ福岡ソフトバンクホークス編、日本一に横浜と福岡が挑戦するぞ。オウオウオウ。はい、ということで、第2試合福岡ソフトバンクホークス編でございます。どうも。第1試合ベイスターズ編では、まあいろいろあった、もういろいろありすぎた、奥山洋平でございます。おこんちゃっす。よろしくお願いします。さあ、このテンションがね、いつまで持つのか。じゃあ試合の方行きましょう。ホークスの第3シーズン最終戦は東北楽天ゴールデンイーグルス、ちょっと待って、でございます。先発が違うわ。先発はまあなのよ。まあ校長か、まあええか。ああ、それじゃないよ。たまたまやから。うん。メンバーはこんな感じです。本当はフランコはいないけど、フランコが今、まあホームラン王なんで5番に入れました。まあ先発和田くんノリノリ。中継ぎはこんな感じ。まあ、打順は今日はこれ。三森、スーパーヒーロー、ギータ、近藤、柳橋5番、栗原、中村晃、今宮、今日は谷川くん。まあ、5試合目だから、まあ、違うキャッチャーをってことで谷川くんにしました。谷川くんか。川くんですね。谷川くんにしました。相手のオーダーはこれでございます。それでは参りましょう。第3シーズン最終戦、福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦、レッツ監督プレイ。マジ、もう一回行こう。よし。第3シーズン最終戦、福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦、レッツ監督プレイ。帽子を買いました。大阪近鉄の1個前の近鉄の帽子です。マイナーチェンジしてます。第1試合と第2試合の間で。さあ、ホークス第3シーズン最終戦の相手は東北楽天ゴールデンイーグルスです。果たして俺のこのハイテンションがいつまで持つんでしょうか。ホークスの先発は和田くんです。すごいな、勝ち頭じゃん。さあ、1回の表、東北楽天ゴールデンイーグルスの攻撃。先頭バッターは1番村林。プレイ。ここは打ってセカンド三森、一塁送球、ワンアウト。バッター2番の小深田。ワンストライクから、ここは打って、これはショート読みや、一塁勝つ、スワード。バッター3番の大郷。ワンストライクから、ここは打ち上げて、ライトは近藤取ってスリーアウトチェンジ。1回の表、和田3人で抑えました。さあ、1回の裏、イーグルスの先発はマーです。マーです。さあ、1回の裏、ホークスの攻撃。先頭バッターは1番セカンド三森。スースーからスラブ三振、ワンアウト。バッター2番スーパーヒーロー牧原大成。スーツーから、ここは打ってライト前ヒット、スーパーヒーロー出塁。3番のギータ。
間に合う、さすがスーパーヒーロー。これで間に合っちゃうのがスーパーヒーローだ。さあワンアウト二塁、ワンストライクから、ここは打ってゲーター、収録2本目のホームラン、ギータが帰ってきた。はい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 、俺ギータ行きましょうさあ今度4番です。うん、本当に4番です。今度ギータがね、あの本来の当たりを、ファイターズ戦ではどうだったんだろうね、覚えてねえよ。ただこの収録ではギータがあの西武戦に続いて、もう素晴らしい当たり、バスター戦がおめ、バスター戦に続いてもうギータらしい当たりが返ってきました。いや、これぞギータだね。柳町打って惜しい、いろんな意味で惜しい。まあスタンド入んなかったっていう意味もあるし、福岡銀行の看板に直で行かなかったのが惜しい。うん、1手で100万だったのに。ワンストライクから打って、これはライト、これは伸びはない、ライト小郷を取ってスリーアウト、チェンジ。しかしホークス1回の裏、柳田の先制ツーランで2点を先制しています。2回の表イーグルスの攻撃、先頭バッターは4番浅村からです。初球、ここは打ち上げてピッチャー和田、おっと取ってはなんと危ない、バッター5番のフランコ、現在ホームラン王です。打点王でもあんのかな。ワンストライクから、あ、ワンボールか、ごめん、ここはライト近藤追いつかない、しかしここはシングルです、止めた。バッター6番のマスターこと阿部、ツーツーから全力ストレート、空振り三振、ツーアウト。バッター7番岡島武朗、ツーストライクから全スト、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。まだランナー出しましたがしのぎました。2回の裏ホークスの攻撃、先頭バッターは7番ファースト中村晃、初球、ここは打ったがファーストゴロ、一塁踏んでワンアウト。バッター8番今宮健太、ツーボールから、ここは打っていったがショートゴロ、村林一塁送球、ツーアウト。バッター9番谷川原、初登場です。フルカウントから打ってセカンドゴロ、一塁送球、スリーアウト、チェンジ。下位打線の攻撃は三者凡退です。ホークス3回の表イーグルスの攻撃、先頭バッターは8番センター辰巳から、ワンツーから全スト三振、ワンアウト。バッター9番住谷銀次郎、なお応援歌復活します、西武時代に。空振り三振でツーアウト。バッターは1番に帰って村林、フルカウントから
カーブ見送ってフォアボール、ツーアウトから村林出塁。バッター2番小深田、ワンボール、それか、ごめん、あとすぐの記録エラーでしょ。三森くん、どう見ても絶対エラーでしょ。避けたのか。避けたのか。絶対あれ体に当たってるよね。普通に止めてたらセカンドゴロでチェンジだよね。しかしここは小郷三振、スリーアウトチェンジ。1点は返されましたが、この後の小郷は三振に取りました。わらくん防御ストップじゃん。でもあれヒットだから上がっちゃうんでしょ。かわいそうすぎね。おめえ打ってよ。ツーツーからここは打ってセカンド肩弱いよ、内野安打。ここから肩弱いんだよな。だセカンドがあってはいるんだよ、守備範囲はあるけど肩が弱いから。ゴールも成功。さあスーパーヒーロー牧原大成、うん、さあ第一打席で大きなホームランを打っている柳田。もう一本ギータ行ってこい。初球惜しい惜しい。何がって言われてもあれだけど惜しい、なんか惜しい。さあ頼むよ近藤君、俺が思った悔いない方法でいこう。初球打ってこれはライト小郷正面、スリーアウトチェンジ。あ、フランコ2位か。フランコすごいな、2位だからね、外せないよフランコは。2位だぞ。リアルではまああんま打ってなかったから外れてるけど、スタメン。ワンツーからストレート空振り三振、ワンアウト。バッター5番のフランコ、リアルでは代打でした。ワンツーからストレート見逃し三振、ツーアウト。バッター6番のマスター阿部、ツーツーからチェンジアップ空振り三振、スリーアウトチェンジ。和田この回のアウトは全て三振でした。チェッ。4回に裏ホークスの攻撃、先頭バッターは5番レフト柳町。ワンワンからカットボール打ち上げて、これはライト小郷取ってワンアウト。バッター6番栗原、初球ここは打ってセカンド肩弱いぞ、内野安打。深いとこ飛んだら足が速い左バッターなら内野安打だな。まあってクイックは2位か。
ああ、ギーサの勝つや。さあ、バッター7番、中村晃。初球。引っ張って、ファーストで、一塁、アウトゲッツ。いやいや、俺的にはこれが好きだから。うん。まあ、結果ゲッツーになったけど、攻めてるよ。うん。5回の表、東北楽天ゴールデンイーグルスの攻撃。先頭バッターは7番ライト岡島武朗。ワンツーからスライダー三振、ワンアウト。バッター8番辰巳。ワンワンからここは打ってファーストゴロ、一塁ベース踏んでツーアウト。バッター9番住谷銀次郎。ワンストライクからここは打ってショート今宮、肩強い、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。まだこの回も3人で抑えました。5回の裏、ホークスの攻撃。先頭バッターは8番ショート今宮。ワンワンからスプリット打ってレフト前ヒット、今宮スリー。ノリノリの谷川君だが、うん、まあ、第1打席のバッティングを見たら、うん、あ、バントやな。まあ、4回はね、強行でゲッツーになってるんで。しっかり送ります。送りバント成功。バッター1番、三森。3ボールからここは打っていってライト5号、セカンドランナータッチアップ、2アウト3塁。そしてバッター2番スーパーヒーロー、スーパー集中。ツーツーからカットボール打ったがセカンドゴロ、スリーアウトチェンジ。ホークスツーアウト三塁のチャンス生かせませんでした。6回に表、イーグルスの攻撃。1番村林からワンツーから三振、全ストワンアウト。バッター2番小深田。スリーワンから打って、ここはセカンド三森取ってツーアウト。バッター3番小郷。フルカウントからカーブを見てフォアボール使ってくると思った。おや、行ってこい。うわ、しまった、まさか向こうに裏がかかるとは。いや、まあ余計傷を広げなきゃいけない。よかったわ。よかったよかった。助かりました。
スになったら使うでいいんじゃないか。さあ、ツースーからスプリット、見逃し三振、ワンアウト。バッター4番近藤。ワンツーからカットボール三振、ツーアウト。バッター5番柳町。初球、ここはストレート打ってライト小郷が取ってスリーアウト、チェンジ。3番からの攻撃、ホークス三者凡退です。7回の表、ラッキーセブン、イーグルスの攻撃。先頭バッターは5番フランコからです。初球打ってショート今宮、ワンアウト。バッター6番のマスター阿部。ツーツーからスライダー空振り三振、ツーアウト。バッター7番岡島武郎。ワンツーからストレート空振り三振、スリーアウトチェンジ。和田7回3人で抑えました。楽天はジェット風船があるみたい。ポンプ式にすれば楽だと思うんだけどな。まあポンプでかかるか。まあ7回の裏、栗原からです。初球スプリット打ち上げて、サードはフランコ取ってワンアウト。バッター7番中村晃。ツー初球打ってセンター前ヒット、中村晃出塁、ワンアウト一塁。バッター8番今宮健太。ツーストライクから空振り三振、ツーアウト。バッター9番谷川原。ツーツーから空振り三振、スリーアウトチェンジ。ランナーファーストに残塁です。8回の表、東北楽天ゴールデンイーグルスの攻撃は、先頭バッターは8番センター辰巳。初球打ってピッチャーゴロ、一塁送球、ワンアウト。バッター9番住谷銀次郎。ワンストライクから打ち上げて、これはライト近藤も前に落ちる、ライト前ヒット。わ、これは難しいな。田中和樹ですか。バッターは1番村林。打ち上げてレフト柳町取って、ツーアウト。バッター2番小深田。初球一塁送球、スリーアウトチェンジ。まずは8回を抑えました和田。まあこのまま行かせます。守備を変えてくるようです。さあ、みんな的にもいけるでしょ。いけるわ。
8回の裏、ホークスの攻撃。先頭バッターは1番三森。2球目カットボール打って、センターは抜けない。バッター2番スーパーヒーロー牧原大成。2ストライクからスプリット打って、これはセカンド小深田取って2アウト。3番のギータ、まあ取った2点だからな、全打点通過。カットボール打ち上げてショート村林取って、スリーアウトチェンジ。ホークス7回8回三者凡退です。多分9回の表、東北楽天ゴールデンイーグルスの攻撃。この回先頭バッター安田からです。打ってショートゴロ、ワンアウト。あ、ちょっと守備がダメ、守備固めるわ。柳町に変えて佐藤直樹が入ってライト、ライトの近藤がレフト。ワンワンから打ち上げて、これはショート今宮が行くか、今宮が取ってツーアウト。バッター5番のフランコ、頼むぜ和田、行ってこい。あ、なかったのか。センタースーパーヒーロー取って、試合終了。高穂ホークス勝利。初回ギータのこのツーラン、もうギータらしい、もうすごい速くてなおかつでかい当たり、ドカンと一発ホームラン。3回、これはなんだうん、なんだこれは触れてないのかな。まあ小深田のスリーベースで1点を返します。以上です。あとは特にありません。完全にちょっとダラクティですけど落ちた。ホークス勝利。完全にダラけったな俺。ダラけったよ思いっきり。ごめんごめん、本番中にダラけった。40代10勝すげえ、さすが小原さん。さ、ということで今回の収録、まあ、両チームともに勝ちました。勝ちました、いやもう地の部分が長期になる。ということで、まあ明日からは第4シーズンに入っていきます。各チームとの最終戦です。いや怖いな、地って意識したら超怖いな。あ、今も意識しなかったわ。ということで、明日以降はまあ基本的には生配信でお伝えいたします。
お相手は私奥山陽平、奥山陽平が実はお送りしておりました。それじゃあ、バイバーイ。はい、ということで私奥山陽平の動画を見ていただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、チャンネル登録並びにグッド、グッドボタンをワンプッシュプリーズ。 OK、 Thank you very much。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではバイバイ。